サンミシェルシェフシェフは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県における、サンミシェルシェフシェフの一コミューンは、歴史的に、ブルターニュの一部である。伝統的な地方区分ではペイドレに、歴史的な地方区分では、ペ南ナンテに属する。サンミシェルシェフシェフはコート・ドジャドに位置する。 サンナゼールの南1 7トル、南都の西5 0トルのところにある。枯れ川、タロン川、ベルの川が流れる。コミューン内にある海水浴場タロンプラージュは、数年前から現在まで、ブルーフラッグに認定されている。砂浜は、徒歩で釣りに行ける理想的な場所である。百九十九年に INSEE がまとめたランキングによれば、サンミシェルシェフシェフは、 コロニク自治体関連合に属する偏りのない都市型コミューンである。サンジルダスミサキサンミシェルシェフシェフの名の語源は議論の的となっている。古い名であるセイントミヒエルでチェベッシュが歪んだものだとか、近くにあるサンジルダスミサキの古い名でテーラ天語のテラでチェベッシュから生じたとか、諸説がある。チェベッシュとはかつて教会の用語で言及されていたチェビシアシェフの変形である。 意味は、教会の行人を見張るもの、そして拡張によって、宝物を守るもの、となる。修道院での収入を集めた、この宗教的権威は、主張権の中の一つであった。大天使ミカエルを意味するセインとミヒエルについては、単に地名として、フランス国内で一般的であることを思い出してほしい。この名は、かつてケルト神話の神ラグに封建された場所に由来する。 ラグは、リオンの古名、ルグデヌムと同名である。ラグを、メルクディウスの分身として、ローマ人は解釈していた。こうした結びつきの最も顕著な例は、バンデ県のサンミシェル・モンメルキュールである。ガティノーイケの場所には新石器時代の陶器の釜が、そしてルスルリーの森の近くから北に向かって、複数のメンヒルが見つかっている。4世紀のサンミシェルは、 ハンセン病患者の収容施設があったと報告されている。サンミシェルシェフシェフは大官僚の一部、男尺量の一部、そして最終的に割れ公尺量となった。1104年頃、ガルシー・ルドレはアンジェのサンセルジュ修道院に教会を剣道している。1792年から1800年のハンキリスト教家時代にはコミューンの名はサブロンであった。 第二次世界大戦末期、ロアール・アンフェリウール県は1944年8月に解放された一方で、サンミシェル・シェフ・シェフは、サンナゼール・ポケットに立てこもるドイツ軍が占領するビレーヌ川口からポルニクに至る地域に含まれていた。解放は、ドイツ軍降伏から3日後の1945年5月11日に行われた。総イコール1999年まで、 LDH, E h イヘス、カシニー2004年以降 INSEE, ありがとうございます。